演舞開演。昼食はこちら、麦わらの一味のならレストランでいただきます。ワンピースですね。なんかいろいろありますね。昼食はこちらのルフィの肉プレートをいただきます。いっぱいあるな。お野菜とかもしっかり入ってますし、美味しそうです。ではいただきます。どのお野菜もいい蒸し味ですね。さて野菜の下ごしらえが終わったところで、本部類のお肉いってみましょう。野菜は蒸してあるだけなので、さっぱりとした甘みの出た味わいが口の中に広がり、お肉は食べ応えがあって甘辛いタレとうまく絡んできました。この骨付きもまたいいですね。ちょっとね、骨は食べられませんが。そしてライスなのですが、セサミライスと書いてあったので、ごまの食感や風味が少し効いていて、それがごはんただのご飯と甘辛さを味わいましたので、とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部でね、こちらのお店に入ってみます。こちらもなんだか美味しそうなものが見えましたんですけど、来ました、フィッシュ&チップス。聞いたことはあるんですけど、食べたことないんですよね。だから食べてみたかったんですよね。ではいただきます。まずはポテト、こちらが多分フィッシュですね。まずはこのままいきます。そしてコーヒー用のクリームブリュレ、こちらもいただきます。フィッシュ&チップスはポテトはサクサク、白身魚はふんわりとした食感になっていて、それがそれぞれのサクッとした衣のところに口の中に旨味を広げてくれました。そしてクリームチーズブリューでは、上の方に乗せるチーズ、クリームチーズがふんわり爽やかな酸味を出しているだけでなく、中のベリーが入っていて、その酸味も別の酸味も加わって、二重の酸味でカリカリとした食感もあって、とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。続いてはこちらのお店に入ってみましょう。マンガのスムージーが美味しそうです。こちらのフローズンマンゴースムージーいただきます。程よい冷たさで口の中でサッととろけるスムージーに、マンゴーの甘酸っぱい果肉をうまく合わせて、とっても美味しかったです。この時期暑いのでぴったりですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると楽しみです。こちらのフローズンバタービールというものを飲んでみます。バターの効いたシェイクといった感じですね。美味しいです。ストロベリーフルーツゼリーです。飲んでみます。
が、他のフルーツも彩りよくバランスよく入っていて、歯ごたえもあるので結構お腹にたまりますね。続いてこちらのカボチャジュース、これ駅のホームで見て手に入って気になってるんですよ、感じですね。飲んでみたいと思います。では飲んでみます。かぼちゃの味がそこまで強烈に来るわけではないですね。こちらのジュースというよりはフレーバーウォーターに近い気がします。かぼちゃがもっと強い方がいいという方にはおすすめかもしれませんが、かぼちゃが甘いという方にはおすすめできますね。まあ、そんな方が買うのはどうかわかりませんが、食べ納めはこちらのミニオンマンです。ではいただきます。ピザマンはトマトの酸味で野菜の歯ごたえ、角煮マンは中のほろほろと崩れるような角煮で醤油の旨味が口の中に広がってもちもちの生地とともにとっても美味しかったです。あまりアトラクション乗れませんでしたが、いろいろ食べることができとっても満足でした。結果 USJ は男性が一人で来ても十二分に楽しむことができる施設でした。また来てみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。ヘイヘイ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。